い、こんにちは。ウィークリーエマのお時間です。今週は晴れた日のありがたさを感じた11月5週目のエマの様子をお届けいたします。これ食べないの？週の前半まで雨が続いていたので新しくおもちゃを買ってあげました。ドイツのブランドランコのたまごちゃんのおもちゃが大好きで、もうこれで10個目になります。驚異的な破壊力で毎回その日のうちに音が出なくなってしまいます。おもちゃを渡してほしくて何の指示も出していないのにゴローンの芸を何度もやっているところです。ここからはエマの ASMR 3連発をお楽しみください。いいな。あまりにも長い間飲んでいたので早送りをします。リビングにもお水を用意してあるのですが、エマはここから飲むのが好きみたいです。バナナもあるよ。エマが2番目に好きなフルーツがリンゴ。1番目は今度紹介いたします。これはおもちゃ箱を豪快にひっくり返し怒られているところです。今週は雨が続いてストレスが溜まっていたのか、いたずらがたくさんで、その分いっぱい怒られました。そしてまた次の日、いたずらをして怒られています。反省している顔も可愛くて、ついつい動画を回してしまいました。私たち人間も許してもらうために、こんなに可愛く甘えられたら世の中平和になるかもしれませんね。夫のお膝の上で寝ようとしているところです。寒くなってくるとピトッと甘えてくるので、今まで苦手だった冬が少し好きになりました。
この時は頑張って起きていたいけど、眠くて眠くて仕方なくて船を漕いでいるエマの様子です。そっと寝かせてあげたらいいのですが、この時間に寝てしまうと夜中に目が覚めて遊んでコールをしてしまうので、今は頑張って起きてもらっています。やっとお散歩日和になり、近所の大好きな森へ意気揚々と向かっているところです。久々の森林浴はとても気持ちがよく、雨の恵みはもちろん晴れた日のありがたさを改めて感じました。ここからはお出かけ編です。新しくみなとみらいにできた施設ハンマーヘッドからスタートです。テラス席はワンコ同伴可能のナポリピッツァのお店に行きました。テラス席には電気ストーブとブランケットが用意されていましたが、席に着くなり電気毛布とおさゆのサービスがあり、とても快適に過ごせました。初めてハンマーヘッドに行った時の様子や、このピザ屋さんの感想はインスタグラムの方に載せてありますので、よかったらご覧ください。鼻にいっぱいついてるよ。今日シャンプーだよ。本日も最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画が良かったよという方はグッドボタンや
チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。